このケーキにトッピングってできますか？はい、大丈夫です。わーい、生クリームたくさんだ。ありがとうございます。今日は私がお店の当番よ。キラパティの準備を始めていかなくちゃ。横を開いて、はい、お店のオープンです。このショーケースの中にスイーツを並べていかなくちゃ。どれにしようかな。全部可愛いしな。決めた。やっぱりこのショートケーキとウルタゼリーとキャットマカロン、これに決定。3つをショーケースの中に並べていくよ。はい、セット。ショートケーキもセット、キャットマカロンもそこにセットね。もう一つ置けるところがあった。じゃあここにはチョコレートのプードルチョコケーキを置いておこう。よし、これで準備完了。すみません、いらっしゃいませ。お客様、いかがなさいましたか？スイーツを買いに来たんですけど、何かおすすめってありますか？困りました。おすすめですね。最近暑くなってきたので、このひんやりとしたイルカゼリーはいかがですか？わー、とっても可愛いスイーツだ。これにします。困りました。お客様、それでは店内でお召し上がりになりますか？それともお持ち帰りにしますか？家に持って帰りたいので持ち帰りでお願いします。お持ち帰りの準備をいたしますので、少々お待ちくださいませ。ケースを開けてイルカゼリーを出します。よいしょ。お持ち帰りの箱に詰めていくよ。この中にイルカゼリーをポン。はい、じゃあ両端を止めて、お持ち帰りの出来上がり。おすすめのスイーツありがとうございました。またお越しくださいませ。もう売れちゃったから、この中に補充しておかないと。このハリネズミタルトをセット。すいません、スイーツください。はい、ありがとうございます。今日はどのようなスイーツにされますか？今日はうーんと甘いものが食べたいので、この真ん中にあるプードルチョコケーキをください。終わりました。じゃあこのプードルチョコケーキをこちらにお持ちしますね。このケーキにトッピングってできますか？はい、大丈夫です。どのようにトッピングいたしましょうか？じゃあこのケーキの周りに生クリームをたくさんつけてほしいです。かしこまりました。ケーキの周りに生クリームをニョロ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 。はい、完成。はい、生クリームたくさんだ。ありがとうございます。それではケーキをこの箱にお詰めいたしますね。お願いします。この中にこのケーキをポーン。はい、じゃあ蓋をします。箸を止めて、お待たせしました。ケーキお持ち帰りの準備完了です。生クリームいっぱいのケーキありがとうございました。今日もたくさん働いたわ。売れ筋商品もなくなったことだし、今日はもうお家に帰りましょう。最後にみんなにクイズです。葵ちゃんが買って帰ったスイーツの名前はみんな覚えてるかな？覚えてたらコメント欄に書いてみてね。じゃあね、バイバーイ。